はい、どうもグッチャンネルのグッチです。昔に、ヘアピンの対決をしてね、僕が見事勝ったんですけど、そのね、対戦相手の方がちょっとリベンジしたいっていうことだったんで、ちょっとまず来てもらいましょう。お願いします。こんにちは、プレイヤーズクラブの鴨田です。今のでいけてます？いけるいけるいける、全然よい。やってな感じで、お久しぶりです。お久しぶりです。もっと張ってください。いやいや、いや、普通みんな聞こえる聞こえる、みんなには聞こえるかもしれないけど、カメラに教わってるから聞こえるよ。今日は今のいい感じです。え、でもやっぱ痩せましたね。炭酸水めちゃめちゃ飲んだんで、苦労がちょっと滲んでてるっていうか。おお。9キロ痩せました。9キロ痩せた。でも痩せ切ったとは言えないんじゃないですか。そうですね、そうですね。まだウェアのサイズ L とかにはなってないですもんね。そうです。 XO、 まだ XO。 じゃあちょっと、あの動画の最後で、痩せなかったらプレゼント企画やってくださいって言ったんですけど、痩せたと思うんで、グレーゾーンということで、僕らで一回勝負をして、負けた方が勝ちますんで。負けた方がラケットのプレゼントやりましょう。オッケーオッケーオッケー、やるやろ、何でもやるやろ、すぐやろ。何の勝負しますか？何の勝負？チャリチャリしましょう。あ、チャリ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 、じゃあ反面のチャリチャリ勝負ですね。そうですね。11の2ゲーム選手でどうですか？オッケー、11。あ、前と一緒っすね。そう、11の2ゲーム選手でやりましょう。オッケー、やろう、すぐやろう、すぐ。じゃあすぐやりますか。すぐやろう、すぐ。いや、また今日はしかも、KBT っていうチームの皆さんがいるんで、その中でね、フェストカバさんをちょっと任せてやろうと思うんで、頑張ります。すぐやろう、すぐ。Thank you.
ました。ありがとうございました。さあ、本番行こうか。おい、やっちゃいや、すいませんまあでも、やっぱなんか前やバドやってた時の感じとは違って、なんか飛びついてたし、スマッシュたくさん打ってたから、まあちょっとやってたんだなってのが、ほんまに、正直ほんまにしんどかった声が、もう別に次、でも次対決の時までは走り込んで、次やってきますねで、次対決まだしてくれると。あ、全然、いつでも来て痩せたら、あ、うん、もうあれは過酷だった。あ、過酷だった。そんな短期間で一気にじゃなくて、健康的に痩せていけば。そうですね、徐々に徐々にでいきましょう。いきましょう。90キロ近くですね、まだ80後半。80後半でもこんだけ動けるよっていうのを証明してくれたんで、まあここから逆に80後半でも年齢30超えてても痩せれるぞってところを見せてください。わかりました、急いでいくんです。でまあ今回負けてしまったんで、そうですね、視聴者の方にラケット1本プレゼントするんで、ナノフレア800ライト、今回この動画を見てくれてる方にナノフレア800ライトプレゼントになりましたんで、ということで今回の対決はこれで以上になるんで、すいませんでした期待に応えれず。いやでもやっぱ楽しかったですよ、僕は。僕も。おー、楽しかったです。まあ今から本番やから。そうですね、さっきのもれっきとした本番ですけどね、動画で収まってますから、すいませんそれではまた次回のプレイヤーズクラブコラボ動画でお会いしましょう。バイバイ。お疲れっす。